虫が住んでいる。虫が住んでいる。いくら食べてもお腹が空く。それは虫が住んでいる。中夜の詩を読みます。縁側に日が当たってて、ピアニが五歳に眠るとき、柿の木一本ある中庭は、土は琵琶色、ハエが鳴く。お川の上に抱えられてた尻から虫が下がった。すると尻から虫が下がった。その虫がお川の浅瀬で動くので、動くので。私はびっくりしちまった。ああ。怖かった、怖かった。すごい。息のいい虫でした。